お待たせいたしました。ゾゾマリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズ、この一戦をお送りいたします。マリーンズの先発は右の川村、対するファイターズの先発は左の加藤、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の川村マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは石井。第9投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。さあ次の投球、2球目ストライク、追い込んで投げた、打ちました、ヒット、センター前ヒットになった。石井いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9投げた、初球はストライク、まずは入れてきました、投げました、あーっとショーフライになった、アルボー。投球は3球目投げました、1球外してボール。投球これから4球目、外角低め、フォークは外れてボール。投球これから5球目、あーっとショーフライになった、見事バントを阻止しました。バッターは3番松本。第9投げました、初球決まってストライク、まずは決めてきました、投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、ストレート、空振り三振、河村見事なピッチングです。バッターは4番清宮。背番号21。第9打った、ファール。第2球投げた、バットパスボール。佐藤今拾った、ツーアウトランナー二塁に変わります。投げた、スローカーブ見送ってストライク、追い込んでいます。投げた、三振。さあリプレイです。川村ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。マリーンズまずは無得点に抑えました。2回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは野村。第9投げた、初球を打ちました、1、2塁還元、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番万波。背番号66。第9投げた、スローカーブ決まってストライク、まずは入れてきました、打ちました、あっと取れない、万波ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号5。第9投げました、ストレートはボール、まずはアウトロー。第2球2球目ストライク。第3球は外れたボール。第4球を投げました、ボール、インコース低め。第5球投げました、打ちました、レフトへの打球掴みました、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。背番号30。第9投げました、直球ストライク、アウトローへ、145キロストレート、投げました、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、フォーク、空振り三振、宇佐美全くタイミングが合いません。2回の表が終わってファイターズ無得点で終了です。ファイターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番アルカンタラ、投げた、1球目ストレート空振り、少し迷ったか、打った、ヒット、アルカンタラいいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。投げた、これはストライク、2塁送球、盗塁を許します。ランナーを2塁に進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第2球投げた、あーっとショーフライになった、アルボー。第3球を投げた、直球高めボール。第4球を投げました、危ない球、投げました、変化球、空振り三振。バッターは2番浅間、大きな声援が届いています。投げました、初球見送ってストライク、まずは決めてきました、投げました、低めボール球打った、一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げました、ストライク、タイミング合いません。第2球投げた、ストライク、
これで追い込みました。第3球を投げた、ボール外へ投げた、打ちました、ショート、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。川村、ノーアウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回の表が終わって1対0です。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは清宮、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた、外角低めいっぱい、ストライク。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。川村ナイスピッチング。第1球ボール、まずは外角高め。第2球投げました、アウトロー、ボール。投げました、低めいっぱい、ストライク。第4球を投げました、危ない球。第5球投げました、低め見送ってストライク。次は6球目投げた、流し打ち、どうだ、惜しくも一塁線切れてファー。投げた、流し打ち、アウト。山口、そのままベースを踏んでアウト。バッターは6番万波、これが2度目のバッターボックス。第1球投げた、ストライク。初球空振りから決まってストライク、これで追い込みました。第3球一つ外した、ボール。第4球を投げた、インコース低め、ボール。第5球投げた、打ちました、取りました、これでスリーアウト。川村、この回ピシャッと3人で抑えています。4回の表が終わって1対0です。5回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者ヌニエス、第1打席はレフトフライに倒れています。投げました、スローカーブ、ボール。さあ4球目、直球空振り。第5球投げました、アウトコース低め、外れてボール。第6球を投げました、打ちました、山口、取った。山口、一塁キャンバス踏んでアウト。バッターは8番宇佐美、今日の第1打席はスイングアウト、打った、ファール。第2球投げました、変化球ストライク、インローへ、追い込んでから投げました、見送ってボール。さあ4球目、外角低め、空振り三振。バッターは9番アルカンタラ、今日2度目のバッターボックス。第1球投げた、打ちました、ピッチャー正面。エチバリア、ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。河村、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。5回の表が終わって1対0です。ゲームは後半に入ります。トップバッターは石井、第1球投げた、決まった、ストライク。さあ次の投球、打ちました、ファールボール。投球は3球目、投げた、ボール。投げた、見逃しの三振。バッターは2番浅間、第1球決まった、ストライク。まずは入れてきました、投げた、内角低め、ボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、危ない球。投球これから5球目、打ちました、ファール。第6球を投げました、打ちました、ライト前ヒット。浅間ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。マリーンズ見事勝利を収めました。本日の試合はマリーンズの勝利です。勝利投手本前、西武松田、敗戦投手川野でございました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。